Facebook をご覧の皆様、こんにちは、牧野捨てデコです。ドドンアヒョーン。どうも ONNA 女です。女には生まれながらに女だけが持つ特権がある。そう、男性から高価なプレゼントを贈られたり、私したことないんだけどな、なんかちょうだいね、なんかちょうだい。強いて言えば、魔法使い太郎ちゃんから割れたせんべい1枚もらっただけなんだけどな、女。魔法使い太郎ちゃんって誰だよ。 ONNA 女です。女はか弱い生き物、男性が支えてくれるはずなんだけどな、女。私がまだ働いてた時、ものすごい重い荷物両手で持ってやっと持ってたのに、男の先輩、お前が優香だったら持ってやったけどなって、すっつしい顔で平然と通り過ぎていきましたわ。女ね、女の子。男の人が支えてくれるはずなんだけどな、女。そうは言っても、私が仕事でミスした時ぐらいには優しいのかななんて、襟首つかまれてアスファルトにねじ伏せられましたわ。女の子ね、女の子に手荒なことしちゃいけないはずなんだけどな、女。 ONNA 女です。女は無条件にチヤホヤされるはずなんだけどな、女。君かわいいね、佐々木希に似てるね、今度ご飯行こっか、君はいいやって、おいおいおい、女、女じゃ、女、誘って。ちなみに私は西武ライオンズの菊池雄星選手に似てるってさ。雄星男、私女、雄星男、私女。男に似てるって言われた上に、大して似てなかったってさー、さー。その気になってモノマネのオーディション行ったら、サクッと落ちましたわ。これ4000円。 ONNA 女です。 ONNA 女です。 ONNA 女扱いされたい女です。どうもありがとうございました。